日本は現在中国の脅威を抑制するため自衛隊の増強を進めています。そんな中、海に四方を囲まれる日本の海軍力で新たな新戦力が加わるとの情報をキャッチしました。今回はもはや世界最強通常動力潜水艦と新戦力図を詳しく見ていきます。日本は国益を考える念頭から自衛隊は存在しますし、国土防衛での役割はかなり重要視されています。一昔前の朝日や毎日のような考えは今はあまりないような。朝日捏造の徴用工問題はどうなったのやら。マスコミは勝手に報道を過熱するからな。今年も新たな年2024年が明けて早2週間が経過しようとしているが、世界の情勢を鑑みれば2022年2月から始まったロシア・ウクライナ戦争や2023年10月に兴起したガザ地区のハマスへのイスラエル軍の攻撃など武力紛争が続いている。中東の反イスラエル派の武装組織の攻撃の矛先はその地域にも基地を持つアメリカ軍にも向けられ、ここ最近ではアメリカ軍とイギリス軍が共同でそうした一派の風刺派の拠点への空爆を敢行すると激化が伝えられている。こうした中東地域での紛争が拡大長期化する場合、民間船舶の航行を保護する必要性の確保という観点から、日本も海上自衛隊の艦艇を治安維持を目的に派遣するといった対応を迫られる可能性もあるだろう。日本は四方を広い領海と排他的経済水域に囲まれた地理的な環境下にあるため、自衛隊の中でもそうした海上の防衛を担当する海上自衛隊の存在とその装備の充実がますます重要なものとなるのではないかと感じさせられる。日本の経済はこれらの海を通商路とする海上交易によって石油や天然ガス等のエネルギー資源をはじめ食料等の必要物資を輸入することで成立しており、この海上の通商路シーレーンを防衛することが最大の課題となっている。そのため日本の海上自衛隊ではこのシーレーン防衛のために必要な装備品を調達し運用する形で構成されていると言えるが、その具体的な目標を定めたものがかつては防衛計画の大綱と呼ばれていた政府文書である。防衛計画の大綱は2022年12月より国家防衛戦略と名称を変えており、現在の岸田政権による閣議決定を経て実行に移されているが、ここに明記された防衛装備品を調達することで各自衛隊の部隊編成を満たすものとなっている。海上自衛隊の場合には2019年度からの最後の防衛計画の大綱によって主要装備品として護衛艦を54隻、潜水艦を22隻、哨戒艦を12隻、作戦用航空機を約190機の体制を構築することが決められており、今もこれを基準としている。そんな海上自衛隊の中でもやはり戦力の中核を占めると言っていいのは潜水艦の22隻体制だと思われ、この旧防衛計画の大綱親国家防衛戦略に定められた定数に到達したのは2年前の202年3月の時点からになる。それは現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦であるタイゲイ型のネームシップにして1番艦のタイゲイが就役を迎えたことで実現された状態であり、タイゲイ型も従来通りの通常動力型の攻撃型潜水艦である。タイゲイ型は海上自衛隊が開示している仕様によれば基準排水量が約3000トン、全長が 84.0メートル、全幅が 9.1メートル、深さが10.4 メートルの規模を持ち、ディーゼル機関と発電機とリチウムイオンバッテリーで稼働する通常動力推進艦だ。この規模艦は通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界でも最大クラスの大きさであり、毎級であるそう竜型の最終の2隻11番艦欧竜と12番艦の東竜に続くリチウムイオンバッテリーの搭載が特徴となっている。これ以前の総流型の10隻は、機関部の構成には、ディーゼル機関と発電機と鉛製のバッテリーに加え、非待機依存推進を行うためのスターリング機関をも搭載したハイブリッド型であり、その意味では、かなり複雑な仕組みでもあった。それゆえに、総
流型の前期型である10隻は、メンテナンス性や運用上における工数がかさむ点は否定できないが、通常動力型の攻撃型潜水艦として、連続潜航時間や距離を延伸する手法としては、その当時は、最良との判断が下されたものと思われる。しかし、そう、流型の後期2隻以降から、最新型の太平型では、実用的な量産型の軍事用の潜水艦としては、世界で、初めて、リチウムイオンバッテリーの安全な搭載を可能としたことで、大きな注目を集めている。このリチウムイオンバッテリーの搭載によって、ことにそれを実施することを、最初から前提として建造された太平型は、それまでの、そう、流型の後期型2隻よりも優れたスペース効率を実現させたと目されている。もともと、大きく重量のあったスターリング機関を廃止したことによって、限られた潜水艦内のスペースを有効活用することがさらに可能となり、太平型からは、海上自衛隊の潜水艦として、初めて女性自衛官を乗務させることにもつながった。これは、スターリング機関を廃止したことで、ついたスペース等を利用して、女性自衛官の居住スペースを確保することが可能となったためであり、効率面に加えて、ジェンダーフリーへ対応と乗務員の確保にも寄与するものと言えるだろう。また、太平型は、およそ70名の乗組人数となることが想定されているが、これは、毎級である。そう、流型の同65名と比較すると増加しているが、前々級の基準排水量が2750トンであった親潮型とは同数に止まっている。この海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である太平型は、今年2024年3月には、3番艦である神鯨の就役が予定されており、4番艦の雷鯨以後も、毎年3月頃に1隻ずつが就役していくサイクルが確立されている。現段階では、最終的に、太平型が何隻建造されるのかは確定されていないが、前々級の親潮型が今年2024年3月に神鯨が就役しても、まだ7隻は残る計算となるため、少なくとも10番艦までは建造される可能性があるのではないだろうか。現在の海上自衛隊において、最新鋭の潜水艦である太平型は、一般人に艦内が公開される状態にはないが、一部のマスメディアに対しては、取材に応じている例もあり、艦内の一部についての写真等もインターネット上で閲覧することも可能だ。そのようなインターネット上で、閲覧可能な太平型の艦内の写真を見てみると、個人的には、想像していたよりも、そこまで狭小さを感じさせないようにも見えるが、人が映り込んだ状態のものは確認できず、実態はつかみかねる。一般の乗組員たちが食事を行う食堂スペースの写真では、並べられたテーブルとベンチタイプの椅子が確認できるが、テーブルの下には、食器類等の備品が収納されており、また、有名な話だが、ベンチタイプの椅子の下の空間には、野菜等の食材が保管されているという。このようにやはり限られた艦内スペースをいかに無駄なく活用するかという点に注意が払われていると感じるが、当然のように艦内の調理では火を使うことはできないため、電気を利用した IH 調理器具が使用されるという。また、洗面台はステンレスで作られており、そのシンク部分は未使用時には折りたたんで収納できる構造となっているなど、やはり狭い艦内で、いかにスペースを確保するのかという点では、様々な工夫が見て取れる。ただし、現代のデオドラント文化に慣れた一般人からすればショックを受けそうなのがシャワー設備であり、基本として3日に1回の使用頻度とされており、原子力潜水艦と異なり、水の重要性がいかに高いのかが伺えるだろう。こうした太平型の公開された写真を閲覧するだけで、いかに、その艦内生活が過酷であるのかを表面上とはいえ感じることができるが、今後は潜水艦の分野でも無人化が進み、有人潜水艦の乗組員の方々の負担が軽減されることに期待せずにはいられない。例えば、護衛艦であれば、最新鋭のフリゲート艦であるモガミ型は、
基準排水量は3900トンながら、乗組員数はおよそ90名であり、直接の前級にあたる阿武隈型が、基準排水量2000トンで、およそ120名の乗組員数を必要としていた点からは、大きく省人化を進展させている。潜水艦と護衛艦とでは、省人化を図るための運用にまつわる前提に、大きな相違があることは想像に難くないが、全くの新型になると考えられている大ゲイ型の次世代潜水艦では、省人化が大きなポイントになる点は確実だろう。